夜の10時半ぐらいですかな。普通に満喫で漫画読んでた。ゴールデンカムイとキングダム読んでた。キングダム面白いね。今8巻ぐらいまで行ったかな。今日はね、普通に、まあ、普通の生活、普通の休みの日を過ごしてみたって感じかな。まあ、もちろん気をつけてだけどね、気をつけながら買い物行って、満喫行って、回転寿司行ってみたいな。でね、あと6時間か7時間か後に、キャンプ行くんだけど、キャンプ道具最初買いに行った。で、最初、俺、コットを持ってないんだけど、寝袋はあるんだけど。で、TP タイプのテントを友達が持ってるから、まあ中にコットを置いて、寝袋でって寝る予定なんだけど。で、コット買おうと思ってたんだけど、買おうと思ってる途中で、別の商品見ちゃって、あ、コット我慢してこれ買うかって言って、別のもの買っちゃったんだよね。で、コットがない代わりに、ビーチベッドみたいなのあるから、まあ、それ持ってって、それで寝ようかなと思ってね。多分、まあ、酒飲めば寝れるでしょ。あ、酒買うの忘れた。まあいいや。で、これだ。これ硬くてさ、1万5000円ぐらいしなんでこういうの買っちゃうんだろうね。なくてもキャンプはできるんだけど。これわかる？エプロン、漫画のエプロン1万5000円買っちゃったぜ。なんかね、欲しくなっちゃった急に。やっぱキャンプはエプロンでしょ。夏キャンは特に買っちゃったよ。高えな。まあね、なんかっていい商品作ってっから高いよね。このメイドインジャパンっていうのはいいね。シュラフとかダウンとかで有名なメーカーだよね。まあ俺形から入るから、こういうのを持ってたい。実際明日つけるだけで、それが何かを意味してるわけじゃなく、ただつけてるだけっていう。キャンプを楽しむための必要なもの、テンションが上がるっていう意味でね。で、それと最後だから釣りする予定で、まあ、バス釣りね、おかっぱりで。で、その時に最後とか河口湖はワーム使えないんだけど、まあ、何で釣ろうかなって考えた時に、ワイルドワンでいいもの見つけちゃって、で購入、ジョイクロ、これで2600円すんだよ。恐ろしいよね。こんなだからね、サイズわかる？こんなサイズ感。いやでも欲しかった。でシンキングだと根掛かりでなくなっちゃうから、まあ、フローティング買っといた。これでね、最古の豚バスを釣りたいなと。釣れたら最高だね。で、その後イオンモール行って、で前々からね、イオンモールに新しい店ができて、でキャンプ行くときにこの皿使いたいなっていうのがあったから買ってきた。
安いんだこれ、380円ぐらい。とこれも、これ1500円ぐらいかな。これがもう俺のキャンプ用の食器セット。これだけありゃいいっしょ。でこれに、このイケアのフォークとナイフあれはいいっしょ。明日ナイフいらねえか。肉ばっかしか買ってないもんね。焼肉用の肉みたいなしか。まあそんな。でそれとイオンモール行った時にこの店行ってグラスポの突然ね衝動買いしちゃった。じゃん、スケボーの板、オリンピック記念モデル。やるかね。まあ2020って書いてあるけど、まあ来年やるかね。やってほしいね。こういうね記念のものってね好きなんだよね結構。まあ何かねオリンピックせっかく東京でやるから一個記念のもの欲しいなと思ってたけど、それがねこのタイミングでこれになると。案外安くてね、この板自体ね8000円ぐらい。だ普通に乗るかどうかは分かんないけど、まあしばらくこのまま飾っとこうと思うけど。本当はねシュプリームとかミラティブだっけとかの板欲しかったけど、ドラゴンボールのやつとかね、なんかこれに来ちゃった。まだムラスポ届いたばっかだって。かっこいいよね。しばらくおらへんに飾っておきます。そんな感じの明日からキャンプ行くのにわけわかんない買い物でした。じゃあこれから風呂入って寝て6時間後ぐらい出発したいと思います。では